小山ハルシオンです。さあ新年一発目のゲーム収録やっていくよ。いやいやいや、新年一発目とお前1月終わるぞって感じなんだけど、本当にごめんなさい。単純にちょっといろいろあってゲーム全然できませんでした。いや言い訳だな、言い訳だ。だってあんな超人気のあるゲーム配信者さんも芸能人の方だってめちゃくちゃ忙しそうなのにちゃんとあげられてるじゃん。単純に俺の時間の使い方が下手くそなんだよね。いや今年はちょっとそこら辺を改めてもうちょっと頑張っていきたいと思います。だって年末もうちょっとでさ登録者数2000人いけそうだったのにさ、もう俺がそこら辺でサボり始めちゃったせいもあって、まあ、結構ガクガクって減ってっちゃったんで、今年はもうちょっと初心に帰って気合を入れ直して頑張っていこうと思います。なんで今までも見てくれた方はこれからも引き続きよろしくお願いします。じゃあ気を取り直して早速やっていこう。あるねの事件簿。前回といっても1ヶ月ぐらい経っちゃったんでちょっと内容を説明しておくと、右側吸血鬼のアルネ君、左側お嬢様のリンちゃん、このお嬢様のリンちゃんのお父様が殺された原因を探るべく2人で探偵みたいなことをコンビ組んでやってました。ただ吸血鬼のアルネは人格が一人で形成されているものではなくて、9人の始祖と呼ばれる吸血鬼から成り立ってるみたいな感じでした。その中の一人の人格、ナハツェーラと呼ばれるキャラクターが出てきてしまい、お城のメンバーに悪さをしてしまって、そこを目撃してしまったリンちゃんが、アルネがやったと勘違いして、まあ、仲違いみたいな感じで二人ちょっと一旦決別してしまった状態です。で、リンちゃん一人で解決していかなきゃいけないのかなと思いきや、アルネの助手みたいなことをしてたジシェと呼ばれるキャラクターはリンちゃんに協力してくれることに。で今回はリンちゃんとそのジシェが2人であのコンビを組んで事件を解決していくのかなっていうところで終わりました。さあ今回はどうなるのか早速やっていこう。スタート。ジシェが言った通りこの家の人間が犯人だという可能性は変わりません。まずはエリーゼに話を聞く必要がありますが、皆さんにアリバイを聞いた時のことをちゃんと思い出してから行きましょう。エリーゼに関することは、証言、キッチンへの出入りを一度見た。キッチンへ来て水を持っていった。旦那様に水を持っていき、その後部屋に一人でいた。エリーゼは毎日0時ちょうどにお父様に水を届けています。その水はお父様が睡眠薬を飲むために必要らしいのですが、必要ないと言われていたみたいです。ですがそれを忘れたエリーゼはいつものように水が入ったグラスをキッチンまで取りに行き、お父様の部屋の前で必要ないことを思い出し慌てて引き返したと言っていました。だからエリーゼはお父様に会ってはいないのですが、ただ一人3階まで行ったと証言をしているんですよね。時間的に私がお父様の部屋へと向かう時に聞いた花瓶が割れる音の原因はエリーゼっぽいのですが、だからといってこれだけの証言じゃ、あれ？確かお父様は水を受け取ったら目の前で薬を飲むってエリーゼは言ってましたが、その後ってましてやお父様に水を渡していないのなら、これって少しおかしくないですか？少女は使用人たちの証言に何か違和感を感じたようだ。この3人の発言には矛盾があります。その部分の文字をクリックしましょう。ベルントさんはキッチンへと入り、水を持って出てきたエリーゼの姿を見たそうです。でもエリーゼはお父様に水を渡していないんですよね。いつもお父様が水を飲み終えたグラスをエリーゼはキッチンへと返しているそうです。ベルントさんは食堂にずっといたのですが、ということはこれがおかしいかな。一度っていうのがおかしいか。エリーゼは水が入ったままのグラスをキッチンへ戻していないことになりますね。普段はすぐに戻しに来るみたいですが、どうしたんでしょうか。情報、グラス、そのことも聞いてみた方がいいかもしれませんね。何が手がかりになるか分かりませんし、さあエリーゼに話を聞いてみましょう。まだ食堂にいるんですかね。食堂こっちか。お
おや、いない、いないね。ハインクさんとベルンドさんが言い争ってる声が聞こえます。聞くのはやめておきましょう。エリーゼには陰陽嬢様たちを心配して部屋へと戻りましたよ。ありがとうございます。ちょっと行ってきますね。部屋、部屋、こっちだっけ。違う、部屋、部屋、ここか。おいた。あ、リンお嬢様でございますか。驚きすぎですよ。こっちがびっくりします。ゴードンさんに言われて呼びに来たら二人ともいなくて焦ったでございます。どこに行ってたんですか。心配してたでございますよ。すみません、ディアナはもう少し一人になりたいみたいです。ところでエリーゼ、クローゼットがどうかしたんですか。え、さてはグラスをここに隠しているな。知らなかったでございますか。私、クローゼットが大好きなのでござるる。ござるる。見た目が大好きなのでございます。だから眺めていただけでございますから。なんかあるな。このクローゼットの中になんて何も入ってないでございます。私は怪しいものじゃないでござるから。テンパってる。怪しすぎます。ちょっと中を見せてください。ダメです。ちょっとリンお嬢様には刺激的すぎる下着が入ってるです。全部クマさんのはずです。エリーゼはどうしても中を見られたくないみたいですね。エリーゼが隠したいもの、絶対グラスだよ。もしかして私がお父様の部屋に行くときに聞いたあの音と関係が。ちょっと嘘をついてみましょうか。エリーゼ、実は私見てたんですよ。あるところ、あるところを見た。実は私見てたんですよ、エリーゼが花瓶を割るところ。ガシャンって音がしたから見に行ったらエリーゼが。わわわわわ、いや、嫌でございます。そんなことないでございますです。ちょっと倒しちゃっただけですよ。ちゃんと2階に花瓶はありますからね、ね。あれは違いますよ。倉庫にあった同じものです。倉庫にあった花瓶はなくなってました。それはベルントさんがきっと持って行ったんでございます。ディアナも言ってたでございます。ベルントさんが泥棒だって。エリーゼ、あなたもベルントさんが盗みをしてると思ってるんですか？きっとそうでございます。だから、私がベルントさんからいただいたものだって、返せと言われたら返すでござる。そんな悪いことをしてたなんて知らなかったでございまする。そうですか。もしベルントさんのことが本当だったとしても、何でもベルントさんのせいにするのも良くないことですよね。なんで信じてくれないでございますか。エリーゼの反応からして花瓶を隠しているのは間違いなさそうです。でもこれだけでは正直に話してくれないみたいですね。あ、花瓶を割ったことを咎められて弁償しろって言われるとか思ってるのかな。他に何か。シェフのハンイチさんが言っていました。エリーゼはキッチンに戻していないものがあると。きっとそれが関係しているはずです。じゃあエリーゼ、あれはどうしたんですか。あれ、そうです、あれもないんですよ。どうやらこの部屋の見える場所にもないみたいですし。どこに行ったんですか。グラス、お父様のグラスは。お父様のグラス、いつもキッチンに返してるんですよね。でもハインチさんはまだ返してもらってないって言ってました。お父様の部屋に入っていなくて、
この部屋にもないなら、どこにあるんですか？花瓶と一緒に割ったんじゃないですか？あとついでに刺激的な下着についてもっと詳しく。それだけは勘弁してくださいでございます。ペラペラだなんてお嬢様にはまだ。エリーゼ、本当にどんな下着を？本当に持ってるんだ。その情報いるかな？グラスの水を花瓶に入れようとして両方割っちゃったんですか？そんなとこだろうと思ったけど。前の日は林お嬢様を探すために徹夜だったので、キッチンまで行くのすら面倒なほど眠たかったのでございます。それは私もごめんなさい。それで花瓶を割った後、廊下の掃除をしたり代わりの花瓶を探したりあたふたしていた時に、警備員のベルンドさんの声が聞こえてきたのでございます。それは証拠隠滅を終えて2階の花瓶の前で安心していた時でございます。なるほど。どうしてそこまでして隠さないといけなかったんですか？でございます。え？ゴードさんに怒られるのが怖いんでございます。はあ？リンお嬢様は知らないでございます。ゴードさんの本気を。毎日少なくとも10回以上は怒られてる私が、昨日は新記録更新中だったでございます。またですか、エリーゼ。と死ぬほど怒られるに決まってました。リンお嬢様知ってますか？壊したものが100を超えたあたりから感覚が麻痺するのでございます。自分の中で割って当然だと思うんでございますよ。当たり前のことをしているのになんで怒られるんでございましょうか。リンお嬢様、どうかゴードンさんにだけは内緒にしてください。あの割れた花瓶はエリーゼの仕業でしたか。さあ、ゆっくりと話を聞かせてもらいましょうか。ごめんなさい。許してくださいですます。エリーゼ、私の部屋に行きますよ。ございます。リンお嬢様、申し訳ございませんが、今後のことは皆が落ち着いてからということで。はい。エリーゼ、ファイトです。確かに割れた花瓶と割れたグラスがありました。ですがそれ以外は特に。でもこうやって地道に調べていくことが大事です。きっとディアナの嘘もエリーゼの嘘も私だけで暴くことができました。うん、大丈夫です。一人でもなんとかなりますよ。皆さんが落ち着くまでまだ時間はかかりそうですし、一旦部屋に戻ってしっかりと情報を整理してみましょうか。部屋に戻る。ワープした。ん？何か貼ってありますね。なんだろう。なんでしょうか、庭にて待つ。これはアルネ様？何でしょうか。もう一度謝りたいとか。ってそんなわけないとは思いますが、もしも万が一謝られたとしても、私はアルネ様を許せるのでしょうか。また協力して調査をすることになったら、今後のアルネ様との関係もしっかり考えないといけませんね。とにかく行ってみましょう。お庭。でも怪しいな、なんかちょっと罠っぽい感じがするけども大丈夫かな。
したんですか？おや？なんか様子がおかしいぞ。どうしたんですか？私ですよ。やっ！え、なんで私を襲うんですか？番犬は牙を剥き、うなり声を上げながら今にも少女に襲いかかろうとしている。まっすぐに飛びかかってくる。少女はそれを必死に避けた。おお、セーフ。どうしちゃったんですか？私ですよ。もう一回来るかな。こっち。おい、セーフ。やめてください。こっちだ。足がすくんで動け。あれ、これダメ？そんなにダメだ。下はダメってことね。とにかく今はこの子たちから逃げないと。上。あれ、ダメだった？まだ何もできてません。それなのに、誰か、ハルネ様。呼んだか。ハルネ様、どうして帰ったんじゃ。なぜ帰る必要がある？お前が顔を見たくないと言うから見えない場所にいただけだ。むしろ、なぜお前がこんなところで襲われているんだ？私だってわかりませんよ。どうしてあの子たちが。ふん、飼い犬に腕を食いちぎられるとは、まさにこのことだな。知らないのか？ジャパンのことわざだ。ハルネ、それは飼い犬に手を噛まれるっていうんだぞ。ワンワンとうるさいな。まるで犬のようだな。犬です。そうか、一度しつけたことを忘れてしまうような打犬だったな。おお、うるせえ。やった。ありがとうございます。うん、感謝するといい。でも私はこのくらいでアルネ様を許したりはしませんから。ああ、そのことなんだが、ちょっとお前に話さないといけないことがある。お前に聞く気があれば。だが、何でしょうか？少し長くなるかもしれない。一度お前の部屋に戻ろう。わかりました。誰だ？でも犬をけしかけられるってことは、絶対にイワシーのカイさんじゃないのかな。ちゃんと説明するんだね。というわけで、この体の主導権を奪われていたのだ。それで私が信じると思っているんですか？信じてもらわねば困る。なぜなら本当のことだからな。つまり、この俺の人格も、この体に残った唯一の心臓のものということだ。つまり、俺も所詮人形ということだ。随分と愉快だろう。笑うがいい。そんなことしませんよ。私にとって、アルネ様はアルネ様ですから。そうか。いくつか質問させてください。なんだ？アルネ様の本意ではなかったとはいえ、襲われた人たちについて何か思うことはありますか？どう思うも何も、やったのは今の俺ではないからな。特に何も思うことはない。では私に謝ったのは何だったんですか？あんな奴に体を乗っ取られたことで、どうやらお前に迷惑がかかったみたいだからな。不覚を取ってすまなかったということだ。
次で最後です。アルネ様は私を利用しているんですか？うん、事件解決のために利用しているぞ。俺だけではこの屋敷で情報を集めるのは面倒だからな。事件を存分に楽しむために面倒事は省きたい。それがどうかしたのか？こうやって言葉を交わせているのに、吸血鬼と人間って考え方が違うんですね。何がどう違うのかよくわからんが、当然だろう。吸血鬼と人間は別の生き物だ。人間だって動物の考えなど理解できないだろう。それでも私の気持ちをきちんと説明すれば、アルネ様だって理解してくれるはず。いえ、それは違いますね。だって私はアルネ様の説明を理解してもそれでいいとは思っていないんですから。違う価値観を押し付け合ったところで何も解決はしません。でもアルネ様が言う利用するってやっぱり、どうした、リンラインマイス、急に黙って。まあもう、なんで私だけがこんなに悩まなくちゃいけないんですか？急に大声を出すな。いいですか、私はアルネ様がしたことが許せないんですよ。別の吸血鬼に体を乗っ取られていたとか、そんなの知りません。っていうか、そもそもアルネ様が自分の血なんかに負けちゃったのが原因ですよね。じゃあやっぱり根本的な原因はアルネ様にありますよ。最強の吸血鬼とか言っておきながら何負けてるんですか。すみません、ちょっと言い過ぎたかもしれません。なるほど、そういうことか。わかったぞ、リンラインバイスよ。お前は俺の不甲斐なさに腹を立てていたというわけだな。いや、違いますけど。なんだと？アルネ様、私は、人間は身近な存在が傷つけられるととても辛いです。どんな理由があろうとも、それで納得はできないんです。理解できなくても、覚えていてくれませんか？わかった。覚えておいてやろう。ありがとうございます。それと、叩いちゃってごめんなさい。気にするな。あの程度では、撫でられるのと同じだ。そんなことより、そろそろお前が得た情報を知りたいのだが。そんなことって、わかりました。いいですか？私の頑張りをよーく聞いてくださいよ。これでよかったんでしょうか？その場しのぎをしただけです。これから一緒に調査をして、次また衝突したら、やめましょう。今は情報をまとめる方が先です。とまあ、これが私が得た情報と、ナハチエラという吸血鬼についてです。屋敷の人間の行動などに関しては問題ないのだが、ナハチエラは影の王と呼ばれていて、そして好戦的で食欲を薄い。情報が少なすぎないか？私に言われても文献が残ってないんですから。仕方ないか。今回の事件、ナハチエラの心臓が関係しているんですよね。お前の父親が母親を生き返らせたがっていることを利用したんだろうな。そもそも死者蘇生の車術を教えたのも犯人かもしれない。ラインバイスケという家柄も都合がいい。貴族が持つ権力の影響は警察にまで及ぶ場合もあるからな。さらに手段はどうであれ、人体のパーツを集めていたのはお前の父親だ。精神状態も不安定だったのなら、いざという時に責任を全て押し付けるぐらい簡単だろう。そうですね。ですが、お父様の気持ちを利用するなんて許せません。さて、そんな犯人を炙り出すためにも、お前から聞いた情報をまとめるか。はい、お
お願いします。なんですかこれ。かわいい、かわいいです。そうか、凛ちゃん見てないんだっけこれ。ああ、お前は初めて見るのか。簡単に言うと、俺の血でできた舞台だな。ヘビリ、ブラッディ、キューティー、ノインテーター。キューティー。急に元気になったかと思えば、それやめろ。意識のうちに声が。今まで我慢していたものがここで一気に。そんな凛ちゃんにいいこと教えてあげよっか。ジッシュ、何ですか？これね、アルネが暇なもんだから一人で遊ぶために練習したんだよ。かわいすぎます。部屋に飾りたいです。無理だ無理だ。終わったらこの血は俺の体に戻すんだから。いえ、飾るのはアルネ様です。俺は？ほんと、リンちゃんって変わってるよね。そんなことありませんよ。よだれよだれ。人間という生物は興奮すると体温が上がるので、それを下げようとして。それは汗だ。話が進まん。ニンラインバイスを無視するぞ。そんな、私もしっかり仲間に入れてください。吸血鬼の話になると急に面倒になるな。おとなしくしてろ。任せてください。ニンラインバイスが集めてきた情報をまとめるぞ。さて、まずは。ちょっと待ってください。なんか屋敷の地図と人形まで揃ってます。いちいち驚くな。それは無理ですよ。しばらく無視するか。今回の事件で明らかにすべきことは、結局のところ父親を誰が殺したのか、それだけだ。だからこの屋敷にいた人間の行動を確認するのは事件の前後だけでいいだろう。まずリンラインバイスに父親から電話がある前に行動していたのはメイドの二人だ。最初は小さい方のメイドが部屋を出てキッチンへ行くんだったな。その時警備員とシェフに会ったわけだ。この二人は事件が起こるまで移動していないんだよな。はい、そう言ってました。ちなみに警備員とメイドとコック個別に聞いたんだろうな。その点は当然です。三人とも別々に聞きましたが同じ証言でしたよ。ならばいい。とりあえず進めるか。この小さいメイドがキッチンにいる隙にもう一人が部屋を出たわけだ。さすがにどこに向かったかは分かっているよな。もちろん。2階の客間です。その通りだ。でもどうしてこの順番だって分かるんですか？実は僕がここの鏡で見てるんだよね。そう、メイドが2階へ行く姿を自身が見ていたんだ。大きいメイドさんの方が先にここを通ったんだよ。そうなんですね。つまり3階に行こうとする場合、2階の自身が食堂の警備員に目撃されるわけだ。なるほど。まあ警備員も容疑者の一人だから完全に信じるわけにはいかないが、警備員が目撃したという人物や時間には今のところ矛盾はない。それに基本的に自社が見ているからな。このまま進めてしまって問題ないだろう。わかりました。そしてここで待機だな。メイドがキッチンを出たタイミングは庭師が裏庭で目撃された頃だな。2階で待つメイドのもとへ庭師は行きたいが、行く方法。階段じゃないだよね。はい、
正解。ちなみにここの部屋に二人がいたことも自社は見ている。じゃあ私が嘘を見破らなくても。基本的に鏡がある場所は自社が全て見ていると思っていいじゃん。私の頑張りが。でもすぐに鏡の死角に入っちゃったし、何をしているのか分かんなかったから。りんちゃんのお手柄だよ。そうですよね。まあ、あのメイドが話した内容が本当かどうかは確認しようがないがな。自社が見ていない以上、本当に100万人いたのかどうかわからない。ちなみにリンラインバイス。はい。はしごは2階のテラスまで持ち上げることは可能だと思うか。どうでしょう。あのはしごは大きいですからね。いつもカイさんは引きずって持ち運んでいるみたいですし、それにテラスには柵もありますし、一人では難しいのではないでしょうか。そうか。ジュシ、庭師が一人だけで部屋を出て屋敷の中に侵入した様子はないのか。2階の客間に限定せずに。そうだな、3階の客間とかはどうだ。残念ながら見てないよ。なるほど、分かった。はい、ここを通ったところは僕が見てます。分かった分かった。メイドが父親の部屋を訪れるのは毎日0時ちょうどだが、今日は水はいらないと言われていたことをメイドは思い出す。ちょうどその頃、リンラインバイスに父親からの電話。さあ、二人が動くぞ。ここでガラスが割れるのか。グラスをキッチンまで戻すことが面倒だったメイドは、花瓶に水を移そうとして割ってしまう。そうしているうちに父親の部屋へ行くことを優先したリンラインバイスが父親の部屋にたどり着いたわけだ。それからメイドは何をしたかというと、メイドは証拠隠滅をしたいが、片付けて社の警備員のベルントさんが大声を上げる直前まで倉庫にいたそうです。あの子なら花瓶をずっと探してても不思議じゃないです。どんくさいんだな。それは、はい。つまりだいたい5分ほど片付けをして、お前が愉快に気絶するときは倉庫で花瓶を探していたわけだ。愉快にって何ですか。愉快にって。花瓶の片付けを後回しにしたらもっと早く倉庫に入れるな。この間は警備員以外の全員が部屋の中にいたことになるが、誰にも見られずに行動するならここが都合がいいな。この執事に関しては考えるまでもない。部屋の位置的にもどこかへ行くためには必ず誰かに会う。2階へ行くときは自社の鏡の前を通り、東へ行くときは警備員に会う。そうですね。ゴードンさんは自室で本を読んでいた後、キッチンでハインツさんと話をしていたそうです。ベルントさんも見たと言っていますし、ハインツさんの話とも矛盾はありませんでした。ちなみにシェフとは何を話していたんだ。来週の食事のメニューや予算の話をしていたそうです。真面目でつまらんジジイだな。つまらんジジイって扱いが雑すぎます。0時30分、0時30分に警備員が父親に呼び出されていたらしいな。どうして呼び出されたのかベレントさんもわからないみたいでした。確かお前の父親は家を出るとかなんとか言っていたんだよな。
その言葉の通りだったのならば、第一発見者としてどこだな。第一発見者？父親によく似た死体があっただろう。あれを見つけさせて殺されたと思わせたかったんだろう。まあ実際に殺されたわけだが。父様、どうしてそんなことを。でも朝にメイドたちに見つけさせた方が。そうだね、警備員に見つけさせることにメリットはない。もしかしたら犯人の計画にはなかったのかもしれないな。まあ可能性は多い方が愉快だ。愉快じゃありませんよ。そして警備員を持っていた合鍵で扉を開けた結果、無様に気絶しているお前と死体を見つけて大声を上げたわけだ。その無様って何ですか？ところで父親も部屋の鍵を持っていたが、あとは誰が持っているんだ？合鍵は警備員のベルンドさん以外だと、執事のゴードンさんとメイドの二人が。持ちすぎだろ。でもエリージェの合鍵はもうありません。一月ほど前にトイレに流してしまって、それから持たせてもらえてないです。それからは必ず執事のゴードンさんから借りて、すぐに返さないと怒られるシステムになってました。なんだそのシステム。それでその小さい方のメイドだが、警備員が死体を見つける直前に花瓶を戻しに2階へと降りていたわけだな。はい、ベルンドさんの悲鳴でまた割りそうになったと言ってましたよ。そしてその警備員の情けない声に反応して、小さいメイドと。エリーゼです。大きいメイド、ディアナです。その二人が集まったそうだが、その間警備員は何をしていたんだ？ベルンドさんは極端に血が苦手なので、気絶していたそうです。ベルンドさんものすごく血が苦手なんですよね。エリーゼがよくドジをして指を切って血が出たりするんですが、ベルンドさんは心配して駆けつけるたびにその少しの血を見て気絶してました。なんだその使えないやつは。警備員はいつか死体を発見することこそ醍醐味じゃないのか。レアケースすぎますよ。逆によくそんなんで警備員になれたな。まあいい、それでメイドが他のやつらを呼びに行って、それぞれ集まったわけだな。さあ、情報の整理が終わった。それぞれの動機も十分だ。だが、犯人が誰か考える前に一つお前に確認しておくことがある。何でしょう？リンラインバイス、お前の飼っている犬は随分と優秀なようだな。確か、特定の人物以外には襲いかかるんだよな、さっきみたいに。私とお父様、そして庭師のカイさんにだけは懐いていたはずですが。それはどうして襲われたと思う？それは簡単だ。普段のお前と違うところがあったんだよ。優秀すぎるがゆえにお前は襲われたんだ。普段と違うところ、服装じゃないかな。それは一体何だ？透明じゃない？もしかして見た目ですか？間違いないか？しょうまいか？ジャージを着てたから。お前は毎回同じ服を着て犬に会っているのか？見た目じゃないんだ。待って、なんか匂いがつくようなことしたっけ、りんちゃん？
昨日においってこと？そっか、別にお父様の血じゃないしね。私が気絶から目覚めた後、服には血がついていたから着替えましたが、きっと着替えただけでは他人の血の匂いが取れていなかったんですね。私には分かりませんでしたが、あの子たちはそのことに反応して。その通り、俺も血の匂いには敏感でな。わずかだが、お前からは血の匂いがする。お前以外のな。つまり、ちょっと待ってください。なんだ、これからが大事なところなんだ。あ、血を戻したからまた大きくって。違います。私からする血の匂いはアルネ様もわかるんですか？そう言っただろ。だから。いや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 、だからじゃないですよ。なんかそれってすごく恥ずかしいんですけど。別にいいだろ。それで。よくないですよ。よく考えたら2番も入ってないんですよ。集中できません。私、お風呂に入ってきます。おい、ちょっと待て。話はまた後で。女の子だもんね、気になるよね。ジシュ、リンちゃんのことでしょ。分かってるよ、任せて。紳士だから。分かった分かった。それにしても、リンラインバイスはどうしてこのタイミングで風呂なんだ。乙女心なんてアルネには絶対わからないよね。それ以前に人間の気持ちがわからないんだからさ。なんだそれは。あいつは案件に襲われたことの意味はしっかりと理解できているのか。あいつを呼び出した手紙にしても、血の匂いがついていることを知っていたことも、どう考えても次に犯人から狙われているのはあいつじゃないか。そんなこと考える余裕がないくらい恥ずかしかったのかもね。わざわざバスローブカット作ってある。髪の毛上げてるリンちゃん可愛いね。はぁ、生き返ります。本当にアルネ様はデリカシーがありません。私が憧れていた想像上の吸血鬼と本物の吸血鬼は全然違いましたね。結構ショックです。はぁ、幻滅しちゃいました。でも悔しいですが、能力はやっぱりかっこいいですよね。本当に何なんですか、アルネ様。そういえば吸血鬼ってお風呂に入るんですかね。流水がダメだと本には書いてありますが、後で聞いてみましょう。それよりも今はしっかりお風呂に入って血の匂いを消さないといけませんね。アルネ様が助けてくれなければ、私は死んでいたかもしれません。私には身を守るための力がありません。もちろん知恵だって足りてないのも分かっています。だからアルネ様の助けが必要です。でも、アルネ様との関わり方も考えなくちゃいけません。アルネ様は私や事件を利用して楽しめればいい。私はアルネ様の力や知恵を事件解決のために利用する。でも事件を解決するために利用するってことは、私にはそれができるって信じているってことですよね。わけわかんなくないですか？一体どう違うんですか？
人間と吸血鬼、私とアルネ様、信頼、利用、あれ、そういえばどうして私が襲われたんですか？というか私の部屋に手紙がありましたし、血の匂いがついていることだって偶然じゃないですよね。おい、リンラインバイス、いつまで入ってるんだ。あまりにも長風呂すぎないか？なんだ、リンラインバイス。え？結局犯人に殺されたのか。え？ちょ待って、ジシェは何してたの？ん？なんだ、まだ生きているのか。いや、冷静すぎるだろ、アルネ。とりあえず、そこから出してやろう。わあ、よかった、生きてた。アルネ様。明らかに致命傷だったから、もうとっくに死んでると思ったぞ。そっか、私、死んちゃうんですか。アルネ様、私が急に死にかけてても驚いてくれないんですね。まあ予想はできたからな。それで犯人の顔は見たのか？後ろから急にでしたから見れませんでした。なんだ、役に立たないやつだ。俺の話を最後まで聞かなかったのはお前だろ。そっか。何を笑っている？お母様が笑って死にたいって死ぬのが嬉しいのか？お前の母親は喜んで死んだのか？もっと生きたいって。そうか。それでリンラインバイスや、お前はどうなんだ？私ももっと生きてみたいです。当たり前ですよ、何もできてません。やっと自分で何かしようと自分で選んだのに。お父様、殺した犯人を捕まえてやだ、やったよ。まだ死にたくない、死にたくないよ。うん、そうか。だがお前はもうじき間違いなく死ぬ。犯人にもてあそばれた主役になれない哀れな操り人形だったというわけだな。脇役は脇役らしく、人形劇の舞台から降りるといい。まあせめてもの情けだ。何か言い残すことがあれば聞いてやるぞ。じ、よく聞き取れなかった。私の血を吸ってください。リンラインバイス、お前この後に及んでそんなことを言うとは。吸血鬼に血を吸われた者は吸血鬼の人形となり、
驚異的な回復力を得るだが、その名の通り人形は人形、自我を持たず吸血鬼に従うだけの存在だ。つまりお前は本物の人形になってでも生きたいというのか。いや、吸血鬼マニアのお前のことだ。お前が言いたいことはそうではないな。人間は吸血鬼ではない。だから人形は不死身ではない。ゆえにそこまでの致命傷からは復活できる。お前はノインテータの血が欲しいのだろう。答えよ、リンラインバイス。おい、勝手に死んでない。仕方ない、リンラインバイス。もうしばらく生きればいい。うわ、噛まれたらどうなるの。リンちゃん吸血鬼になっちゃうのかな。なんだ、まだ声を出せるではないか。そんなところで滑らないでください。なんだかすっごくいけないことをしてしまった気がします。あれほど望んでいた吸血だ、嬉しかろう。多少は動けるようだな。復活力早っ。ありがとうございます。礼を言う必要などない。どうせあと数分でお前はただの人形になり、そして死を迎える。その前に俺の質問に答えろ。俺の血とは何だ。アルネ様の血はアルネ様の血ですよ。だからそれが何なのだと俺は聞いているんだ。この身を流れる血は唯一残った心臓のもの、つまり俺のものではない。確かにそうかもしれません。でも他の王様の血も残っているんですよね。うん、そうだ。真水に塩を溶かしたら塩水になるじゃないですか。もう真水には戻れません。それと同じかなって。つまり一つの心臓が死なり、それに他の8種類の血が混ざり合ってできたもの、それが俺の血というわけか。それに今は私の血だって混ざっています。うん、吸血鬼は飲んだ血を消化するのではなく自分の血液と混ぜて体内に取り込むからな。なるほど、面白い考えだ。覚えておいてやろう。だから自分を人形だなんて悲しいことを言わないでください。これから人形になるやつに言われるとはな。さて、リンラインバイスよ。これでお前に用はなくなったか。せっかく死までの時間が伸びたのだ。最後に会話ぐらい楽しむか。と、私考えていたんです。人間と吸血
私とアルネ様の関係は。そしたら難しく考えすぎてこんがらがってしまったんです。私はアルネ様の力や知能を信頼しています。きっと事件を解決してくれると今でも思っています。でもアルネ様はこの家の調査に私を利用していたんですよね。その通りだ。信頼と利用、これって結局心の距離の問題なんですよ。私はアルネ様に助けてもらうしか他に方法がないけど、きっとアルネ様は私が調査を拒んだとしても他の方法で事件を解決できますよね。当然だ。このままお前が死んだとしても何ら問題はない。そりゃそうですよ。もう情報はたくさんあるじゃないですか。しかし依頼人のお前が死ぬ以上この事件を解決する義務はなくなるかな。いえ、私はこの事件を解決してみせます。もう諦めろ、リン・ラインバイス。お前は何が言いたいんだ。俺との関係性とか言っていたが。アルネ様、私はあなたを利用します。利用する？この俺を人間の分際で。最後まで愚かな奴なのだな、リン・ラインバイス。少しだけ面白かったぞ。だがこの俺が利用されることを受け入れるとでも思っていたのか。利用されるのだ。それでは俺は面白くない。ではそれが面白ければどうでしょうか。利用すると言いましたが、アルネ様の能力は本当に信頼しています。アルネ様の助けなしに事件を解決できるなんてとても思えません。だから私は事件が解決するまでアルネ様に利用され、手の上で踊り楽しませましょう。私を道具として使ってください。それが本当に私にふさわしい舞台なら。今までのものは自分にはふさわしくなかったと。当たり前です。私は人形ではありません。自分の意志を持つ人間なんです。今までの人形劇の舞台なんかふさわしいわけがありません。私が舞台の主役です。私だけがこの事件の主役になれるんです。私が主役じゃない舞台なんて、そんなのは完全にダサ作です。だからもう一度お前を主役として舞台にあげろというわけか。アルネ様は血で作った人形劇しかできないとでも言うんでしょうか。意志を持った人間を人間のまま人間として操ってみせるというわけか。だがリン・ラインバイス、お前も言っていたではないか。俺には人間の気持ちがわからない。そんな俺が舞台を用意できるだろう。そこは私を利用するつもりですよね。当然利用されてあげます。さらにわからないことがある方が難易度が上がって愉快なのでは。さらに私の愉快さはアルネ様のお墨付きです。確かにお前ほど愉快な人間は初めてだ。それに今までの打作なんて私が観客だとしたら大ブーイングですよ。料金を返せってなりますよ。依頼主としてもこんな探偵との契約は打ち切りです。前払いしてるんだから返してもらう権利は当然ありますよね。そうかそうか、契約打ち切りか。なるほど、返金、返金な。それは考えたこともなかったぜ。愉快だ。ああ、
本当にお前は愉快だ、リンラインバイス。返してくれますよね、私の血を。俺の血をお前に与える意味を本当に分かった上で言っているのだな。はい。血液の交換、つまり血の契約を行うことでお前は吸血鬼になる。だが最初に断っておくが、血の契約が成功する保証もないぞ。それでも生きられる可能性があるのなら、アルネ様を利用するために、アルネ様に利用されるために、私は死にませんよ。そう、体を起こすぞ、リンラインバイス。さあ最後に、人間として何か言い残すことはないか。たとえ体が吸血鬼になったとしても、きっと私の心は人間のままですよ。何かを言い残す必要なんてありません。そうか、では始めるぞ、リンラインバイス。純血たるものよ、すべてを赤く染めよ。何時の魂を永遠にここに捕らえられ、その身はもはや意味をなさぬ。アルネ・マインテーターの名のもとにここに宣言する。新たに我らが同胞となる道家の名をリンラインバイス。さあ共に愉快に踊ろうぞ。そうやって飲むんだ。うわー、これで第3章ってことか。めっちゃ面白いなこの話。さすが評価高いだけある。さあ、あとはリンラインバイス次第。もう一度舞台へと上がってこい。わあ、めっちゃ面白い。続きが気になる。なるほど、これで2章終わって次第3章ってことか。吸血鬼になったリンちゃんと吸血鬼のアルネ編ってことね。うわ、すっげえ面白かった。すごいな、こんな第3章にまで分かれてあるゲームなかなかないよね。なんか展開としてはちょっとラノベ的というか、なんか中二病心をちょっとくすぐる感じだよね、全体的に。さあ第3章で次リンちゃんが自我を保った状態で現れるのかどうか、そして吸血鬼のリンちゃんと吸血鬼のアルネに恋の展開はあるのかどうか、てほしいような、なんかこっから先もちょっとドタバタなコンビ具合で行ってほしいような、どっちもだな。やっほー、また会えたね。この事件楽しんでるかな。めっちゃ面白いよジシェ。さて本題なんだけど、これからアルネが犯人を見つけるんだけど、その前に君が見つけてみない？大丈夫、推理に必要な情報は全部揃っているよ。アルネが気づくのにはもう少し時間がかかりそうだけどね。あ、そうか、俺が考えなきゃいけないんだっけこれ。さてさて、リンちゃんのお父さんを殺した犯人は誰なんだろうね。僕は知らないよ。知ってても教えないけどね。じゃあそういうわけだから頑張ってみてよ。オーケー。あ、そうだ。君、僕のところに来るまでに何回か間違った推理をしちゃってるね。だね。せっかくご褒美を用意していたのにさ。あ、そうか。間違ったんだ。結局ご褒美何だったんだろう。
まあ気が向いたらもう一度僕のところまで来てみてよ。さあ今回のアルネの事件簿はここで一旦終わり。それじゃまたね。さあこの6人の中から犯人を俺たちで当てないといけないわけだけど、みんなわかったかな？俺まだ全然わかってない。いやだってさ、なんか情報は確かに出てはいるけど、その犯人の動機から繋がって、じゃあこの人が犯人だっていう決定的な何かはなんかまだないような気がしてて、そのディアナが高所恐怖症だったり、ベルントさんが血がダメとかっていう、その回避になり得るヒントみたいなものはちょいちょいあったりするけど、まだ大きなものはない気がするんだけどな。あったかな？今のところだけで言ったらハインツさんかカイさんが俺の中では怪しいんだけど、犯人としては、どうだろう。パンチがないというか弱いのかな。いや、パンチで選ぶなって話だよね。まだわかんない。じゃあ次回、もうちょっと深くわかっていくのかな。ではでは、次回の続きをお楽しみに。今日のところはここら辺で。またね。おつやまです。バイバイ。